はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ヒイラギリュズです。さあ本日なんですが、やっていきましょう。幻想デッキ、新しくね、新パックで登場した、ブルームプリマ、違う間違えた、ブルームディーバさん、可愛いし強い、可愛いし強い、最強だ。幻想デッキ使っていたんですが、めちゃくちゃ強いんですよ。普通に環境とも渡り合えるんじゃねえかなっていうレベルですごい強いので、皆さんもね、ぜひね、新パック何組もうかなって思って迷ってる方はね、一番最初にね、幻想をおすすめしたい。まあ、新パック言うて、ちょっと入手方法がね、若干前のパックだっていう話も一応あるんですけど、まあ、こういうのはセレクションボックス1に入ってるんでね、セレクションボックスをしっかりとコナミにお布施していただいて、ご購入をいただければなと思うんですが、幻想デッキ、まずね、ブルームディーバっていう新しい融合モンスターが追加されまして、これね、ちょっと呼吸と墨を感じるね。若干強いんだよね。このカードは戦闘効果では破壊されず、このカードの戦闘で発生する自分への戦闘ダメージはゼロになるという、そもそも効果結構害悪っていうね。で、このカードが特殊召喚されたモンスターと戦闘を行ったダメージ計算後、その相手モンスターとこのカードの元々の攻撃力の差分の半分のダメージを相手に与えると、まあ、これ本当は半分じゃなくて差分のダメージなんだけど、リンクスは半分になっちゃうから、ダメージがなんで半分のダメージを相手に与えて、その相手モンスターを破壊するっていう、まあ、要は特殊召喚されたモンスターとの戦闘ではマジで無敵なんですよ。しかも戦闘効果で破壊されないし、ダメージゼロになるんで、めちゃくちゃ強い。まあ、弱点は月の書されてから破壊されるとか、あとは聖杯とかデモンドチェーンとか、あっち系のね、効果無効にしてくるようなカードですね。まあ、一応対象には取れるんで、まあ、ちなみに OCG の方ではね、幻想を対象に取れなくさせる、最強戦術がありますんで、まあ、ちょっとまだそれリンクスには来てないんだけど、来たらもっとやばいことになるんですけどね。で、この幻想デッキどうやってじゃあ融合していくかっていうと、まあ、基本的には、こいつ乙姫モンスターと幻想モンスターなんですよ。乙姫っていうのは上級モンスターですね、基本的に。もう一体いるんだけど、例えばこの今回使っているフランソワちゃんね。フランソワちゃんは、上級モンスターレベル7なんですよ。これすごい出しにくいんですね、こういう上級モンスターって。で、じゃあリュウさんどうやって融合していくのかっていうと、まあ、ソプラノでね、基本的にはこの2番の効果、これ自分のフィールド上で巻き込んで融合できるっていう、なんかなんだろうな、並べればいいだけ融合、場にね、融合なしで融合してくるっていう、まあ、そういう効果を持ってるんで、こいつ融合していくんですけど、こいつを並べる必要がある、乙姫を場に並べる必要がある。どうやってやっていくか、それがですね、まだぶち壊れスキルがね、実装されましてね、このゆずちゃんの、今回ゆず使ってるんですけど、ゆずちゃんのスキル、歌姫から乙姫へっていうこのスキルですね。もうね、簡単に言うとぶっ壊れ、このスキルめちゃくちゃ強い。自分のフィールド上に表が表示で存在する幻想モンスター、何でもいいです、何でもいい、そいつを墓地を送ると、墓地を送ったモンスターの元々のレベルよりも高いレベルの、乙姫モンスター一体をデッキ墓地から選んでフィールドに出すと、これ墓地からも生きるのが結構強いんですけど、まあ、デッキからが基本的ですね。で、このスキルは自分のデッキ、消したデッキのモンスターが全て幻想モンスターのデッキを使用しないといけないっていう縛りはあるんですけど、そんなのね、大丈夫、全然クリボールとかなくても全然いけるから、他のモンスター、まあ、ちょっとエクシードモンスターが入んないのがちょっとだけあれだけど、全然大丈夫、幻想だけでも強いから。で、この幻想の乙姫を出せるんで、デッキから実質ですよ、全てのこの幻想課金モンスターは全部これに変えられます、フランソワに。で、フランソワの効果がまためちゃくちゃ強くて、このカードは一旦に一度自分の墓地の幻想を回収で、まあ、転移する機械としても回収できると。で、要は墓地を送ったモンスターをすぐ回収できるんですよ。なんで例えば第一楽章でソプラノ出してきて、でソプラノで、を乙姫にフランソワに変えて、でフランソワでソプラノを回収して、でフランソワで回収したソプラノを通常召喚すればもう融合できるんですよ。これが最強でしょ、これ一枚で融合できるんですよ、これ一枚が融合です、もう強すぎますね、強すぎます、これ一枚でデッキ融合みたいなことですよ。で、これね、新しい追加された、これはゆずちゃんの報酬、倒すとゲート報酬でもらえるやつなんですけども、これもまたぶっ壊れてんだよね。自分の幻想モンスターが相手モンスターの戦闘を行うダメージ計算時、このカードを手札から墓地を送ると、その相手モンスターの攻撃力、守備力はターン終了時までゼロになると。攻撃されてもこっちから攻撃してもいいんで、絶対戦闘では破壊されないんですよ。しかも対象取んないんで、この効果、ムーンライトとかも処せます。めちゃくちゃに強いですこのカード。でも、まあ、ちょっと3積みしたいんだけど、ちょっとね、やっぱね、こいつらだけだと後続が用意できない。弱点は幻想のこのね、独創の第一楽章とか、今回実装されたオスティナートっていうデッキ融合があるんですけど、レッドアイスフュージョンとかみたいな感じで、ネオスフュージョンとかあんな感じでデッキ融合できるんですけど、これね、
フィールドにモンスターが存在しない場合っていう条件についてるんですね。だから後続が若干用意しづらくて、やっぱり1体立てて、まあ、2、3体並ぶけど立てて何もその伏せられないでエンドっていうパターンが結構多くて若干不安なんですよね。だとすると、まあ妨害札、相手のカードを妨害していく札とか、あと創生札を入れようかなって思って、一族の結集ガン積みと天罰ガン積みしました。ここ天罰じゃなくて、まあ普通に強い、まあ、魔法トラップであれば何でもいいと思うんだけど、例えばこう普通にこういう風にね、スコアを3枚とかにして、まあ、ちょっと若干この制圧力を落としたりとか、あともうちょっとバック除去うざかったら、なんか因果切断とか聞くからさ、ブルームディーバー、こういう風に、まあ、結集ちょっと抜いて、天罰こういう風にとかしたりしてもいいと思うんだけど、まあ、今のところは、まあ、環境的にまあこんぐらいで、まあ、僕はいいかなという風に思ってます。この辺はお好みでね、変えてもらえば。で、結集はやっぱりフランソワをね、墓地から特殊召喚したりとか、やられてしまった融合に使ったフランソワをもう一回特殊召喚してまた回収したりとか、それから一回やられてしまったブルームディーバを特殊召喚したりとかすることに使えるっていうのがめちゃくちゃ強いので、まあ3積みですかね。まあここ本当は抜きたいけど、まああった方が強いからっていう感じですね。ここは妨害札とかにしたらもっと強いと思います、普通だったら、ね、はい。で、オスティナートがこれデッキ融合で、これがゆずちゃんのレベル30の報酬なんですよね。これレベル30まで育て上げるとゲットできるんですけど、これね、デッキ融合でいきます。はい、幻想も2にデッキ融合です。自分の手札デッキから、あ、1枚しか手に入らないんですけどね、自分の手札デッキから幻想モンスターによって決められた融合素材を墓地送って融合モンスターを特殊召喚するよ。で、エンドフェーズに融合召喚したモンスターが破壊されちゃうけど、融合素材を1組が自分の墓地に揃っていればその1組の特殊召喚できるよってことで、例えばマイスタインシューベルトさんを出すのに、フランソワとなんか、ソプラノを使ったら墓地からその2体が帰ってきたりとかするし、あとこいつは戦闘効果で破壊されないんで、効果で破壊されないからオスティラートで出しても知りません。特にだから単純にデッキ融合するだけです、これを強いよね普通に。ちょっとね、まあどんな動きするかはね、デュエルをご覧いただければなと思うんで、早速ですね、このブルームディーバちゃん、そしてスコアちゃんのアルティメット最強ムーブ見せていきましょう。デュエルスタンバイ。デュエルで今までと違う。さあ、お相手の方、闇遊戯くんね。考えても始まらない。これもこれが強いってやばいでしょ。やばっかい。このスキル強すぎて、これちょっとスコア回収ムーブするか。スコア回収ムーブでいいんじゃないかな。とりあえずですね、これスコア特殊召喚するんですよ。これ特殊召喚しまして、でスキルをバチコルト発動しまして、でスコアを変身させる。ローリットフランソワにね、はい、ぶっ壊れぶっ壊れすぎる。こう、はい、でフランソワ回収、オゲイ最強すぎる、めちゃくちゃに強い。結集でちょっとでも若干あれだな、出せるモンスター弱いからあれだけど、スコアしか出せないから若干あれだか、このスコア回収ムーブがめちゃくちゃ強くて、最悪これでなんとかなるっていう。あ、ちなみに今の融合したければ、ソプラノ出してくればいいです。ソプラノ出してきて、ソプラノで、ソプラノを乙姫に変身して、で乙姫でソプラノ回収して、乙姫ソプラノ並べて融合すればいいんで、めちゃくちゃ簡単でしょ。融合する選択肢も取れるし、スコア手札にかける選択肢も取れるんですよ。最強ですね。で、学章がめちゃくちゃ、まあ、ムーンライトとか正直余裕なんで、ちょっと見ててください。ムーンライトとか正直余裕なんで、ムーンライト余裕ってやばいよね。乙姫フランソワちゃんが何でも回収できるからさ、好きなカードを出してくればいいんですよ、第一学章。ただ第一学章って2枚目以降腐るんですよね。こういう時に2枚目以降のこの学章がめちゃくちゃ腐るんで使えないから、要はフィールド上にモンスターがいない状態じゃないと使えないことになってるんでね、第一学章もオスティナートも。だからその時にちょっと辛いからっていうことで、一応天罰とかを入れたりとか、まあ、第一学章2枚入れたりとかしてるんだけど、正直初動になるから3枚っていう説もある、ぶっちゃけ。そこはちょっとまだ迷ってる。まあいいや、とりあえず3体融合してくるんだろう、どうせ3体融合だか2体融合だか知らんけど、まあ、とりあえずお前の攻撃力はいつでもゼロにいくからよ。もう幻想のスコアの効果読んだ方がいいぞ。とりあえずフランスさんに銀殴ってくるしかできないだろうな、これな。はい、で3体融合、クリムゾンフォックスちょっと若干めんどくさかったが、クリムゾンフォックスはいなかった。はい、でムーンライトエメラルドバードの効果を発動して、イエローマーテンを特殊召喚していく。はい、強い、はい、強い、はい、結構強い、それは。で、はい、バトル、はい、OK でーす。
OK です。じゃあダメ系で、おいまだ逆転の手は残されない。ムーンライト怖くないです。あ、じゃあデッドリシンとか聞きますからね。あの一応普通に除去してくるあのデッキはちょっと若干あれだけど、全然これね、これぶっ壊れてるのが何かっていうと、これまた天罰よ、また回収できるっていうことね。やばいっていう。強すぎて、強すぎて草。決死これな、相手誘発なかったら普通にスコア出して決死して勝ちなんですよね。決死は同じモンスターは出せないんで、こういう時にちょっとね若干ね学習が弱いんですよ。あ、普通に殴るか。そう、デッドレシーンだけやばいんで、デッドレシーンだけやばい。あ、倉庫デッドレシーンと倉庫ちょっとやばいんで普通に殴っておきますけど、まあ、ランク4を立てれるハンドだとちょっとめんどくさいね。さあ闇遊戯選手、まあでもこれ白召喚から、4出してきて黄色蘇生が一番やばいか。白出してきて、ラビット出してきて、でラビット効果で緑かなんか釣ってきて、で白戻して黄色してランク4が一番やばいか。一応はまあでも一応ね天罰っていう作業カードあるんで、こういう時のための天罰は。ターン終了。お前てんのあいつ、ドロサイクロン、なるほど、サイクロン使わねえか別に。ガン埋まりすんの嫌だ、ガン埋まりすんのが嫌じゃん。これは別にあのデッキサイクロン使うとか、あれ天気が一応あるか。あ、これ天罰すれば勝ちでは。これ天罰すれば勝ちでは。バリ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 、もうタイミングないですよ。はい、さようなら。融合する必要なんてないんだよ。幻想の乙女、スコアがいればね、あ、私の勝ち。さて音楽を奏でいくぞ、歌のお姉さんと私のことだ。とりあえず楽勝で、とりあえず脳死楽勝、脳死楽勝となった。これね結構ね割とね最強ハンドです。これ最強ハンドのブルーに入る。でソプラノ召喚しますよね。でですね、スキル発動しまして、で歌姫から乙姫に変身、実質デッキリクルート。実質デッキから出してるだけ、強すぎる、この効果強すぎ。で一応出しよっか、融合しようかな。なんだろうあのデッキ、わかんねえ。融合わかんなかったら融合した方がいいか。融合しよう。ソプラノの効果発動、幻想の乙女ソプラノと乙姫ローリエットフランスワで融合召喚。タクトの導きにより力重ねよ。かわいい。かわいすぎ。ゆずちゃん結婚してくれ。幻想の花火ブルームディーバーを特殊召喚。一回結集で、結集あるしな、結集あるしな。そなた出しとこうか。一応殴られんだよな、そなた。別に出しといた方がいいか。スコアいるしな。はい、これで一応一面勝利立てもなんとか耐えれます。はい、さあ、お、暗黒古代の機械いいだろう。暗黒古代の機械、あ、これってか、あのソナタはこれ守備表示でいいね。ソナタはこれ守備表示でよかったと思う。サイクロン、あ、じゃあ結集で、はい、アドバンテージで。実質アドバンテージ、相手のサイクロンを無駄打ちさせて、で墓地からモンスターが出てきて、さらに結集がセットされるっていうね。これが最強サイクロンメタ。結構サイクロンね流行ってますから、サイクロンメタに結集採用したこれ。はい、で結集をセット。はい、つえー、酔い通なんだけど。さあサイクロンも無駄打ちしてしまいましたね。モンスターが1体増えただけになりました。ありがとうございます。サイクロンに対する結集めちゃくちゃ強いんだけど、やばい。さあどうする。さあ手札4枚、暗黒古代の機械、なんだろうね、割り切るとかな。普通にアンティークギアっていうパターンもあるけど、月末のランク帯はもうほんといろんなデッキ飛んでくるんで、俺すごい好きですね。月末のレジェンド帯めちゃくちゃおもろいですよ。皆さんね、すぐキングになってる方いたらね、あのすぐキングになるのやめた方がいい。すぐデュエルキングとかになるのやめた方がいい。あのコーリングノバ、やば、伝統芸能デッキか。何これ、何デッキ、意味不明すぎんだけど。投げるか、はい、ドーン、1500ダメージ。はい、で、あ、コーリングノバ、これ何出てくるんですかこれ。
何出現これ。スコア投げるじゃん、頼む。ああ、いや、ワルキューレか。なるほど、セックスと、はい、セックスとね、セックスとが出してできて、デッキからワルキューレモンスター出てくる、シグルーン効果、特殊召喚成功した場合、なんかワルキューレ出せる墓地かデグだから、で、なんか出てくる、ツバイト、ツバイトはモンスター破壊する。あ、全然いいですよ。全然いいです。全然いい。全然問題はない。で、バトルフェイス入る。テキスト読んでくれ。ブルームディーバーのテキスト読んでくれ、頼む。あ、まあ、それはオッケー。ブルームディーバーのテキスト読め。ブルームディーバーのテキスト読め。テキスト読め、ブルームディーバーの。うおブルームディーバーのテキストを読め。ドロー。あ、なるほど。とりあえず結集で。はい、復活しまーす。ただいまー。ただいまー。で、ドリッドフランスの効果で、スコア回収しまーす。ただいまー。で、特殊化して、はい、盤面復活。強すぎて草ダメっけ。スコアぶん投げでドーン。強すぎる。なんだこのデッキは。最強だ。禁止か確定だ。これはこれ禁止か確定だ。さあ、お相手の方、変態メガネくんですね。変態メガネ雨上がり消したい過去元、私は幻想の第一楽章の効果を発動するわ。これによってそうなった、これね結構強いですね、ハンド。そうなった特殊召喚、そして、そなた一体でリンク召喚。これやってることマジリンク召喚じゃね。デッキから特殊召喚してるからリンク召喚でもねえか。リンク召喚より強いわ。で、ローリーとフランソワの効果を発動、墓地のそなたを回収、はい、ぶっ壊れ。で、ソプラノ特殊、あ、違う、通常、うん、融合で、ブルームディーバー出しときましょうか。カクタの導きにより力重ねよ。融合召喚か、いい脇だな。脇いただきました、ありがとうございます。さあ、ブルームディーバ特殊召喚、お花から生まれていく、かわいい。もうちょっとおっぱいが大きかったら、あ、求婚していた。で、セットして、ちょ、ドヤ顔エンド締めるこ一回、ちょっと次のターンワンチャン、そうなった、あ、でも俺のターン、なんだっけ、そなた特殊しといた方がいいかどうかちょっと微妙ですけど、破壊されちゃうから、どうせそなたを殴られるから。まあ、なんでここそなた出すかは結構なんか相手の敵によるんですけど、インセクター羽賀は出さなくてもいいかなって思ったんですけど、これ出した方がよかったかな。これもしかしてデジタルバグってこれやばいですか。デジタルバグ、これも効果無効にして守備表示なししてきますよね。あれやばいですか。お、破壊しろよ。おい、お、破壊しろ。やばい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 、ウェブソロはやばい、ウェブソロはやばい。ちょっと待って、2体でエクシーズ召喚、スカラジエートもやばい。ちょ、ほんとやめて、ちょ、やめて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 、デッキマウスやめよう、デッキマウスやめよう。ちょ、せめて破壊して、せめて破壊して、あ、てか破壊してっていうか吸収されるわ。ちょ、破壊するのやめよう。ちょ、やばい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 、これは、あ、うわー、やめろー、デッキマウスやめろ、やめろやめろ、何してくれてんだお前、何してくれてんだお前、何してんだ。やっていいことと悪いことあるだろう、やっていいことと悪いことあるだろう。おふざけんなよ、ふざけんな、ビッタ、やばい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 、しゅるしゅるしゅる、あー、マスクチェンジやばい、これは清掃打つしかない。ちょ、マスクチェンジやばい、ちょ、ストップ、マスクチェンジストップ、耐えた、多分耐えた、いや、やめた、やぶれー、いや、清掃しかこねえ、清掃しかこねえ。そなた召喚するしかねえ、大使の時にはそなたを召喚するしかねえ。そなた召喚で、バトルフェイス、
トナタビートが始まるぜ。いけ、スコアぶん投げて、うわーし、しゃあ、おしろ。そうかよ。スコアなめんなよマジで。スコアなめんなよ。ウェブソルダーやばい。ウェブソルダーはやばい。ウェブソルダーはやばい。でも清掃あるからワンチャン耐えるか。はいはい。え、これトップ何だったら勝てんの。でも無理じゃね。え、これあ、でも一応オスティナートっていう最強カードあるか。オスティナート引いたらいけるわ。オスティナート引いたらいける。スカラジエータ OK、 スカラジエータ OK で無効にするのも OK、 もう吸収されるのもいいわ。吸収されるのもいい。でまたあれでデッキバウンスか。またデッキバウンス、デッキバウンス、清掃で、清掃で耐え、清掃で耐え、デッキバウンス、清掃で耐え、いける、オッケー、全然いいよ、オッケー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 、サバタリユーゴの、はい、ゴイオドラ君、あいつ貫通するな、やばいな、あ、あれ、あ。